はい、皆さんこんにちは、由美子さくらエンブロイダリーです。今日はですね、皆さんからですね、やはりリクエストの多い、このバラ刺繍の仕方をですね、ちょっと手元を撮影するような形で、お伝えできればなと思います。今日使用するのは、日本の刺繍メーカー、刺繍糸メーカーですね。日本の刺繍糸メーカーのルシアンさん。ルシアンがですね、ここにこう、書いてます。見えますかね。ルシアンが出している、コスモという名前の刺繍糸です。番号は113番です。こちらですね。こちらの、ピンク色、明るめのピンク色ですね。これを使って、私のバラ刺繍の方法を、撮影していきたいと思います。今回の刺繍糸はですね、2本取りです。では早速していきます。私はこう三つ編みしているので、1本ずつ糸を抜いていきます。で、糸のすれとかいろいろありますけども、私はちょっと長めにですね、何回も一気に刺繍するので長めに取っています。で、コスモさんの刺繍糸はですね、結構耐久性が強くてですね、長めに取ってもそんなにこう、布とのすれで刺繍糸が途中でこう、こう擦り切れるっていうことがあまりないので、私は、ちょっと皆様のやり方にはちょっと反しますが、一気にこう長めにですね、80センチぐらい取ってしまうことが多いです。で、これが私の、糸通しですね。これすごく便利です。こう、針金になっている、こう、糸取りも、糸通しもあるんですけど、それ私結構細い針金だと結構すぐ壊してしまうので、こちらの糸通しをですね、ずっと長年愛用してます。こちらが細い、小さめの針穴用で、こちらがよくクロスステッチとかに使う時の針穴用で使用してます。結構一個だけでも私1年近く使ってますね。はい。これは私はAmazonで購入しました。で、2本取りでやっていきます。ですね。わかりやすいように。このあたりに刺繍していきます。まずはじめはですね、バリオンステッチを3回していきます。バリオンステッチをするときにですね、私、ちょっと針を5ミリほど後ろの方にこう戻して、で、同じ穴の付近にこう出します。で、バリオンステッチで気をつけることは、この針と針が出ている白い布地の部分とですね、これから糸を巻いていく回数、ここの部分ですね、が同じ幅になるように、これを心がけています。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょっとこう、もう少しですかね。あと1回が10で、今この糸を巻いたこの部分ですね、とこの針と針が出てるこの白い生地の部分がだいたい同じような幅になったら、私はバランスがいいかなと思って、ここで一回バリオンステッチをやります。で、やるときに、思いっきりグッてこう引っ張らないでください。こう優しくこう詰めてこう、整えていく形で、やっていくと、綺麗に糸が整って、綺麗な、こう、バリオンステッチが出来上がります。
これをあと2回続けていきます。でバリオンステッチをですね、横3つにこう平行の形で刺繍していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、もう一回いかない、やっぱり10ですね。でここもまた同じように爪で整えていきます。でもう一回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10ですね。今私何を作ってるかというとですね、まあこれお隣のバラですけども、この花の芯の部分ですね、これを今刺繍しています。で今は、花の中心となる芯の部分も刺繍しました。これからすることはですね、まずはじめにこう三角形を、形作るようにしてキャストンステッチを始めていきます。三角形をイメージしてください。ちょっと離れすぎても良くないので適度なところですね。で三角形をイメージしますので、まず1、2、3ですね。そうですね、書くとするならばですね、大体こう思い描くとすれば、ここの部分ですね。であとここから、ちょっと折り重なるようにですね、この部分で最後またここからこう折り重なるようにしてこうですね。なので初めは3つだけキャストンステッチをします。で、慣れてきたらもうご自分でこう刺していけると思います。はじめ難しい時はこうアウトラインをですね、大体の線をご自分で書かれてもいいと思います。で刺していきますね。まず一ひらめです。キャストンステッチですね。バリオンローズからキャストンステッチに移ります。でこう大体このあたりですねに刺して、で同じあたりにこう出しますね。でその時に、この大きめの針ですね、長い針ですねを大体私は5ミリぐらい開けてですね、こう平行に出しています。で気をつけないといけないのがですね、この今平行に刺しました太い針とこの最初に刺した針ですね、この間の幅が、こちらですね、このちょっとめくりますね。この花びらのですね、この大きさになります。なので、キュッと締まったような、花びらを作りたいときは、この針と針の間をこう、狭くですね、持ってくるか。で、もっと大きな、本当にふわふわフリルのような花びらを作りたいならば、もっとこう、ちょっと広めに、こう、平行に刺してあげれば、そういった花びらができます。はい。じゃあ今回もですね、まずはまず先ほどのバリオンステッチと同じようにこの針が出てるですね、基本はですね、すべてこちらですね、この針が出てるこの
もともと使ってるこの針ですね。この針のこの白い布地の部分ですね。で、プラス、この回ってくるこの円周ですね。分がありますので、この出ている白い生地の針のこの長さよりもですね、ちょっと多めに、いわゆる車を運転するんであれば、方だったらわかると思うんですけど、いわゆる内輪差ですね。それを思い描くようにして、ちょっと多めにキャストンステッチの回数を入れていきます。いきますね。で、こう、針でですね、指を刺さないようにしてください。私はこう指をこう添えているっていう形ですね。で、それで糸を針の方にこう滑らしていくっていう形です。見ててくださいね。こう、引っ掛けます。で、1,2,3,4,5。こうやって指を針の上に置いてるだけですね。5ですね。次、6、あ、ちょっとですね。こういうふうにこう一つだけなっちゃうときはですね、他の針でこう、ほどいてあげてください。6、7、8、9、10、10ですね。で、最後はですね、この花びらがですね、ちょっとねじれてしまいますので、必ずこう半回転回してから、それから長めの針を取り出してください。で、この状態で手をあまり指をこの離さないでですね、優しく押さえたまま、針を出して糸を引き抜いていきます。で、糸を引き抜いた後にですね、ちょっと指を変えて、人差し指に変えてですね、で、優しく押さえた状態で糸をゆっくり引き抜いていってください。はい。で、この後は、針のですね、針でちょっと糸を刺繍をですね、こう優しく整えてあげてください。はい。こういうふうにこう、ふわーっとこう丸くなりましたよね。なので、ここの、こう、長さよりも、円を思い描きますので、こうちょっと多めにですね、キャストンステッチをしてあげてください。はい。で、これで、一ひらめができました。一段目の一ひらめ。一ひらめが完成しました。で、止めるために、糸を通します。で、今度、二ひらめいきますね。で、二ひらめはですね、お花っていうのはこう重なってますので、またご説明いたしましょう。重なっていますので、今ここに糸を先ほど刺して一ひらめ終わりましたけど、この大体この最終地点からですね、3分の1分の部分くらいからですね、針を出します。その方が花びらが重なって綺麗に見えますので、で、出していきますね。だいたいこのあたりですかね。このあたりですかね。はい。で、あまり離れていても、こう、下の布地が見えてきますので、なるべくこのバリオンステッチ、初めのバリオンステッチにですね、からちょっと2ミリぐらいのところに、こう、針を入れます。で、一番初めのところに戻します。で、また同じように平行に、長い針を入れていきます。
って人差し指で、針の 2本をですねこう支えてあげて、でまた指を使って針をこう滑らしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、うん、こう巻いていく回数はですね、もう正直言って決まってないんですよね。もうこの刺繍のまたステッチごとにもう自分でバランスを考えながらこう巻いていく回数を決めるっていう流れです。なので同じようなバラはですね、全く同じバラっていうのはもう二度と刺繍できないので、ある意味こう一期一会のバラってなります。で、また同じように優しくこう指で押さえながら糸を引き抜きます。で、ここで指を人差し指だけに置き換えて、優しく押さえながら糸を引き抜いていきます。はい。で、針でですね、こう、整えてあげるですね。こういうふうにちょっと気になる部分もありますけれども、結局他の花の、またこれからどんどん花を、ビラを重ねていきますので、それでですね、ちょっと隠れていきますので、あまり、ああ、ここちょっと、気に入らないわと思ってもですね、もう外さなくていいと思います。一番気になるはですね、やはりこの中心の部分ですね、この部分がちょっとぐちゃってなるともうやり直した方がいいんですけれども、特段端っこのですね、若干の乱れはもうあまり気にしなくていいと思います。いきますね。で、ここの、1個目の花びらのすぐ後ろですね、この辺りに入れて出していきます。そして長い針ですね。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、今16巻きました。これで1段目が出来上がりました。はい、で次は2段目に入りますけども、もう1段目は、3回キャストオンステッチしましたが、もう2段目からはですね、バランスを見ながらキャストオンステッチをしていきますので、もう何回こうキャストオンステッチをこう入れていくかはもうご自分のバランスに任せることになります。これはもう私なりのやり方ですので、ご自分のやり方を見つけてくだされば、その参考の動画としてご視聴いただければと思います。で次はですね、最後に針を落としたところの、
3分の1から始まるので、このあたりに針を1回入れます。で1段目のですね、まあ先ほど2回2番目の花びらを出したところあたりにちょっと針を置きたいと思います。できますね。もうほんとこれバランス感覚、もうご自分のあこういう花びらが好きだなっていうセンス次第なんですよね。なのでいろんなバラがある意味楽しめると思います。で1回目出して、で先ほど、見せたこのあたりですね、私ちょっとこのあたりに入れてみたいなと思ったので、で出しますね。で長い針を入れて、平行に出します。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、まあこうやって抜くたびにどういった花びらになるのかがちょっと楽しみでもあるんですよね。で優しく抜いていきます。で次はですね、ちょっと今もう糸が短くなってきましたので、そんなに長さを取れないんです、ですので、この辺りから針を出して、この辺りに針を出しましょう。針を入れてここら辺で針を出しましょう。糸が短いので、でももったいないので最後まで使い切りたいので、そのあたりのバランスももうちょっと短めの花びらを入れていくことでもったいないを解消しています。もうこれだけしかありません。なるべく近いところですね、はい、ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15で今これ1回針を抜いてるんですけども、最後にですね糸通しでまた戻してくれれば全然大丈夫です。こうやってこう糸を戻してくれたらですね、最後まで使い切って
まあ多分これアマリートでまた私のアマリート集めに行くことになりますが、人差し指で優しく押さえて、でここに針を落としていきます。一旦これで糸を切ります。今回はちょっと抜けないように確実にしたいので、ちょっと結んでから切ります。刺繍してきたんですけども、ちょっと三角形のイメージが強いので、目標はですね、まあ、こういうふうなこう丸い形とか、ちょっと五角形に近いような形を目指しますので、最終的にはその五角形に近い丸ですね。五角形がこうちょっとライン的に見える形を目指して、キャストンステッチを重ねていきます。あとはもうご自分の感覚でもう自由に刺繍をしていくことになります。私も初めの頃は指を刺したりとか形が作れなくて、なかなかうまくできませんでした。はい。でも、諦めないでですね、練習を重ねていったら、なんとか形ができるようになってきたのが今の状況です。はい。なので、皆さんもぜひですね、根気強く、練習を重ねていっていただければと思います。まあ、他の YouTuber の皆さんもですね、このキャストンステッチのバラについては様々な動画を出されてますので、まあ、それをご覧になったりとかですね、もう本当様々なやり方がありますので、私はこの針2本をちょっと重ねて、まあ、こう指で絡めていくという方法なので、一番危ないのはここの針に指を刺してしまうことなんですね。私も何度か練習中に刺してしまって、どうにか自分の方法をと思った時に、この指の上、針の上にですね、こう指を置いてですね、こう、滑らせていくっていうですね、なんとかこう針から指の刺すことを防げるような方法が今の私の方法になってます。まあ、皆さんもですね、ぜひご自分の最良なやり方を見つけてくださればとても嬉しいです。3いきますね。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18ですね。あ、全部抜けてしまいました。ショック。もう一回ですね。こういう時もあります。
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、今16回やりましたね。で、人差し指に持ち替えて優しく押さえながら糸をゆっくりゆっくり引っ張っていきます。で、今やりまして、こういうふうにちょっと隙間が見えてしまうんですよね。これはまた後ほどこう花びらで覆って、この下地が見えないように刺繍します。今度どんどん花びらを重ねていきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19回巻きました。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、22、ギリギリですね、針ギリギリです。で、こうやって針でですね、優しくこう前の刺繍した部分をこう持ち上げてあげて、ちょっと中の方に入れてあげてください。そしたらどんどん花びらがより立体的になってきます。
今私はもう完全にこうバランスを見ながらキャストのステッチをしている状態です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。やはり外に行くとどんどん花びらが大きくなっていくっていうのが自然のある姿なので、自然でのバラがですね、なので若干花びらも大きくしています。時々アクセントで小さな花びらを入れてあげても可愛らしいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。ね、先ほど言ったのちょっと先ほどはここ下地が見えそうなので、また刺繍を入れますって言ったところをちょっとリカバリーの刺繍を入れていきたいと思います。ここですね、これはちょっとこう花びらをこうめくってあげて、この部分で、キャストンステッチを入れていきたいと思います。この際に気をつけることは、この後ろにある花びらよりも大きくしてしまうと、この花びらがこう隠れてしまうので、ちょっと花びら的にはちょっと狭いですね。狭い感じの花びらを、形取っていきます。狭くするときはどうするのかっていうと、この針と針の幅を、ここの針とここの針の間をこう狭くしてあげることで、花びらの幅が狭くなります。そうですね。これぐらいでやってみましょうか。通常の約半分ぐらいでやっています。今、幅ですね。
かりますかね、これぐらいです。隠すっていうことが目的なので、後ろの花びらにですね、この花びらに影響ができな出ないように、これぐらいの小ささでやってます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、これぐらいでいきましょう。今ちょっと引っかかりましたね。なのでそういう時も優しくこう取り扱ってあげてください。で人差し指に押さえて優しく引いてあげてください。こういうふうにこうちょっとここら辺がこうたわんでもですね、こう端で隠れますので、あまり気になさらないでください。綺麗に隠れましたね。で他の花びらに当たらないようにめくって布が見えるところで針を入れてください。これでリカバリーのキャストンステッチですね、は終わりです。じゃあどんどんもっと周りに花を付け加えていきましょう。ですね、最終的な形としてはそうですね、五角形を目指すとしたらこういう感じですね。なのでこういうラインにこう合うまでキャストンステッチを重ねていきます。こういうふうにしてこう最終的なラインを引きながら引いて、それに合わせてキャストンステッチをしていく方がある意味こう感覚がつかみやすいかもしれません。目指す形が決まってそれに合わせて刺繍を重ねていけば、どのあたりでこうゴールかなっていうことも見えやすいですと、見えやすいですし、初めはもしかしたらバランスがあまり自分の持った形にできないなと思ってもですね、こう練習を重ねていけばですね、このバランスの時にはこういうふうに直していけばいいかな、針を刺していけばいいかなっていうコツがなんとなく見えてくると思います。
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。ここでちょっと糸が、そうですね、試しにちょっと短い花びらを、花びらの、幅が短いのアクセントで、短い花びらですね、長さとか幅が短いやつを、で、これちょっと糸がもう抜けてしまったんですけど、糸通してですね、もともと糸を通してあった針の方にまた針を入れていただければですね、大丈夫です。引いてあげましょう。どうですかね。これが長い花びらの間にできたこう短めの花びらですね。ちょっとアクセントになりますね。今度はまた長めに取ってます。1、2、結構長いですよね。今2までやりました。2、3、4、ちょっとたわんでますね。たわんでますね。焦らずこう糸からですね、外していただければ大丈夫です。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。
今ちょっと絡まってるかもしれません。でも絡まっていてもですね、焦らずですね、こういうふうに絡まっていても少しずつこう、この編んでる部分ですね、これを外側っていうふうに覚えていただければ、また人差し指で、柔らかく押さえてあげれば大丈夫です。もうどうしてもダメな時はもう糸を途中で切ってしまってやり直してください。で終わりのところでもう一回針を入れます。で次の1回がもう最後のステッチになると思います。それで大体のこの五角形のバラのラインはできるかな。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。出来上がりました。ちょっと糸を一旦切りますね。今日はこちらのバラをですね、刺繍してみました。いかがでしょうか？今も五角形のラインになってますよね。で、この初めにやった、バリオンステッチがあることでですね、この花の中心がわかる、ある意味こう印にもなっています。はい。はい。どうでしたでしょうか？皆さん、今日ちょっと長めにですね、もうほとんどノーカットの状態で、私のバラの刺繍の仕方を動画に作成してみました。この配信はですね、私はもともと左利きなんですけども、右利きの方にもわかりやすいように、ミラーリングをした状態で、左利きの方向けと右利きの方向け、両方ですね、一気に配信したいと思いますので、ぜひ皆様のですね、刺繍
ですね、暮らしの中にある刺繍とか、まあ、そういった刺繍生活にですね、ぜひお取り入れいただいて、ぜひ楽しんでいただければと思います。ちょっと長時間になりましたが、ご視聴いただきましてありがとうございました。では失礼します。